4つという感じのゲームにはなったんですけれども、勝ち切ったのはバファローズ。ではヒーローインタビューです。放送席、そしてバファローズファンの皆さん、今日のヒーローはリーグトップ9勝目を挙げました山本由伸投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。8回を投げ1失点、今日の内容を振り返っていかがでしょうか。まあ、立ち上がりから、まあ、なんとか、0点で入れたんで、まあ、途中、1点差に迫られましたけど、まあ、なんとか集中して、投げられたのが良かったと思います。8回にランナーを置いての近藤選手の場面はまたさらにギアが上がったように見えましたが、あの場面振り返っていかがですか。もうバッターが、すごくいいバッターだったんで、もう腹をくくって思い切り投げました。今日は前回のホークス戦のリベンジを、そんな思いもあったんでしょうか。そうですね、前回負けてましたし、上位を争っている、チームなので、はい、すごく、気合が入ってました。前半戦これで9勝目、他にも素晴らしい数字を上げていますが、改めてこの前半戦を振り返っていかがでしょうか。まあ、チームも上位にいるので、なんとか、そこの戦力に、なれるように必死にやってきたので、はい、まあ、ここからあと半分頑張りたいと思います。さあ、前半戦最後のカードの頭をしっかり取り、明日の宮城投手にいいバトンをつなぎました。最後にファンの方にメッセージを含め、宮城投手にもぜひメッセージをお願いします。今日も本当に応援ありがとうございました。応援していただいたおかげで最後も、しっかり粘って勝つことができたと思います。明日、宮城が勝たないと3連勝はないので、宮城の応援、よろしくお願いします。また頑張ります。ありがとうございます。今日のヒーロー山本由伸投手でした。山本由伸が今日8回114球6安打9奪三振、そして失点1、ホームランによる1点のみということで勝ち投手になりまして、ハーラダービートップの9勝目をマークということになりました。まあ、自身にとっても、ね、9勝目ということになりましたけども、チームにとっても大きな勝利ということになりましたね。まあ、前半戦最後の3連戦の頭、やはり頭を任せられるのはエースというピッチングをで失敗したと思いますよ。はい、はい。まあ、ホークスも最後はバファローズを追い詰めたんですけれども、あと1本が
出なかった。やっぱりそのあと1本が出なかったのか、はい、あと1点を先に渡してしまったのかということだと思うんですよね。はい、そうですね。はい、それがあと1本につながらなかったんじゃないかなと。なるほど。出て追いついてるはずなんですけど、はい、その失点がことごとくやっぱり響いてしまったなと思いますね。そうですね。はい、今日はバファローズが3対2で、最後逃げ切るという形になりました。まあ、これでホークスとのゲーム差は 3.5 に広がったということですね。はい、まあね、前半戦終わるまであと